こんにちはバナナの友達ぽこちんだよ。というわけで皆様、大変長らくお待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。買ってよかったマジック DVD! というわけでですね、かなり昔にね、買ってよかったマジックグッズみたいなのやったんですけれども、それの DVD バージョンです。非常に要望が多かったんですけれども、まあやらないって言ってたんだけど、やらないつもりでした。うん、やりたくないんです。なぜならね、めちゃくちゃ大金かけて、 すげーの、それを厳選して紹介しちゃう、うん。中には僕のレパートリーもあるわけじゃないですか。そんなやっぱ教えたくないっていうのがね、人間だと思いますけれども、僕はやっちゃいます。全部、包み隠さず教えちゃいます。えー、ただね、まあ全部って言ってもね、まあこれ以上にあります。今から紹介する以上にあるんだけど、僕はこれはマジで良かったって、まあ、自信持ってお勧すすめするのも、まあいくつかピックアップしましたねそれは一個一個ね、まあ紹介していきますんでね、買った方がいいよっていうわけではないです。これは僕は良かったよっていうので、あのね、 初心者だったら初心者用に買うものもあるし、初心者が買うの方がいいかもしれません。まあ、プロ向きだったりとか、まあ結構幅広いジャンルあるんですけれども、まあ僕のコミュニティってなって、まあそれ入るのが一番おすすめだとは思うので、個人的にはね、今、まあ、自信を持ってやってるんだけど、それがおすすめなんだけど、あの、ポンチのコミュニティもそうだけど、まあ例えば YouTube で誰かされてる方、まあ僕を含めね、いろんな方いると思います。で、本家の方もね、いらっしゃると思うんですけれども、ほとんどの方が全部偽物なんですね。僕を含め偽物なんです。えー えそれは元あったものをまアレンジしてま紹介するわけです。元あったのが本物なんです。本物の方はその考案者のみなんですね。だからその考案者の演技を見るっていうのはね、まあ、YouTube 探してもなかなかないんですね。まあそういうのはやっぱお金払ってみて。だから種知ってるっていうよりも、そういう本物の人の演技を見るっていうのをかなり勉強になるんじゃないかなと思います。特に僕の中あカメラに対してやってるだけで、まあ お客様にやってる映像はまああんまり上げてないんでね。まあそんな感じで。まあ DVD にはそういう、まあ種以外の価値もあったりするんじゃないかなとは、まあ個人的には思います。というまあ前置きを置いときまして。じゃあ一個一個紹介していきます。最初はね、これ。結構まあみんな知ってるんじゃないかな。デビッド・ストーンのリアル・シークレット・オブ・マジック1巻2巻でございます。 これそれぞれね、5000ちょい、5000ちょいで、まあ、2つ合わせると大体結構安くなる感じで、1万円ぐらいかな、1万ちょいで買えると思います。まあこれみんな知ってると思うんですけれども、えっとね、で、1巻が、あの、 日本語ないね。2巻が一部だけ日本語ついてるね。マジック中は確かに日本語なくて、なんか話してる時だけ日本語字幕がついてるって感じで、まあ、えー、そんな感じで、だから1巻はついてないよっていうことです。えー、んでね、何がいいかっていうと、まあ、マジックも結構いいマジックが多いんです。いいマジック多いんだけど、その話してること、えー、僕はね、その時、まあ、英語に詳しい人に通訳してもらって、こんなこと言ってんだ、絶対教えてもらって。 たんでもしかしかかたらやっぱ英語がができるる人の方がかなり価値があると思いますこれ確か DVD これなんか賞取ったんじゃないかなちょっとわかんないんですけれどもあの言ってることがねまあクロースアップマジシャンのまあホッパーマジシャンたる、まあ、心得だったりとか、えー、まあこういうことをやるといいよ例えばまあ名詞についてだったりとか、まあ、テーブルリーダーとかどの人にマジックをやるべきかみたいなそういったことも あるし、ま、マジックもね、やっぱすごい人なんで、素晴らしい面白い方なんで、マジックもめちゃくちゃ面白いんだけど、そういったね、あの、一個一個言ってることがやっぱ素晴らしいんでね、めちゃくちゃ作り込まれてんだよね。い、今までのね、マジック DVD って、え、演技、はい、じゃあ解説します。そういうのじゃなくて、なんかすごい、ま、映画 って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、エキストラいっぱい使って、まあ、映画チックな感じ、かなり作り込まれて、そういった面でもね、見てて楽しい。うん、マジック中も解説中も楽しい。解説はね、サイレントかな解説喋ってないのが多かったかもしれない。あのなんか、アングルをいろいろやって、まあ、文字が出て、こうやるんだよ、みたいな解説が多かったです。やっぱりね、えっ、ー、と、一番は、マジックもいいけど、 うん、その、喋ってることかな。で、スプラッシュボトル系のやつとかはもう本当に、もうデビッド・ストーンさんもまあ素晴らしいしね。まあ、コインもカードも素晴らしいですね。それ以外のもある。とにかくね、受けるマジックとか、あの、スタンディングで行える実用的なマジックをほとんど。人によっては実用的じゃない。うん、これちょっとどうかなってなるかもしれないけど、もう実用的なもの。僕もね、もうかなり小さい頃買って、もうずっと、まあ、お世話になってきたのは DVD の一つです。これはね、 うん、こ今から、ね、紹介する中では、僕の中では、絶対買った方がいいっていうわけではないけど、うんまあ、持っといて損はないし、もし英語わかる方だったら、まあ、持っとくべきかもしれないですよ、ね。まあ、結構バイブルになってます。テーブルマジシャンのバイブルです。まあ、バイブル的存在ということで、まあ、紹介させていただきました。僕もかなりお世話になったのが、えーえー、とデビッド・ストーンさんの一貫二貫シークレット・オブ・マジックでした。そして、 次はですね、んー、どれ行こうかな。次はこちらえー、グレゴリー・ウィルソンさんのオン・ザ・スポットでございます。えー、これは完全に英語になります。でね、これはね、6300円。まあちょっと、これあんま持ってない人もしかして多いかもしれないですね。例えば、まあウォッチスティール系、ピックポケット系、まああんまこれに解説されてますよっていうのはちょっと嫌なんですけど、まあ英語なんでね、ちょっとセリフ回しとかちょっと微妙なんですけど、あのね、ピックポケット系ってアメリカ系、 人とか、まあ、日本人でやり方ちょっと変わっちゃう。アメリカの方とか海外の方は結構ボディータッチね、全然普通だと思うんですけども、日本だとね、ちょっとまあそういうのやりにくかったりするんで、まあその辺いろいろ工夫が必要なんですけれども、解説されてるのはね、これもさっきと一緒でね、もう かなり実用的。グレゴリ・ウィルソンさんの結構実用的。まあかなりめっちゃ難しいのとかも結構あるんだけど。まあ実用的なものが多くて。まあその現場でストリート的な感覚でその、その場にいたお客様に見せる。まあピックポケットしたりとか。まあピックポケットもね、まあなんか結構比較的実用的なピックポケット。まあミスディレクション使って、まあコインマジックもそうだし、日用品もそうだし。ええー、とね、結構、うん、やってきました。ここに解説されているマジックは。難易度がね、 バカみたいに高いのってそんななくて、僕はもしかしたらピックポケット、まあ、すり系ピックポケット系は、かなりこれに影響を受けた、まあ、可能性あるかなっていう感じです。僕もまあ、ちょっと英語なんで全然、全部把握できないんですけれども、まあ、そんな感じですよね。まあ、解説あっさりしてるかな。グレゴリ・レイソさん結構解説なんかあっさりしてる感じで、で、まあ、見るだけでもね、まあ、価値はあるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと高めの DVD ですけれども、僕は見て、 買ってよかったなっていうのは、まあありません。あれもこ結構気に入ってる。まあ結構定期的に見返す。今回紹介するのは定期的に見返してるものですかね。定期的に見返したくなるような DVD、まあ。グレゴリウェイサンさんのオンズスポット6300円でした。そして次はですね、こちら。ダニダ・オルティスさんのユートピアです。僕ね、この DVD 見る前と見た後だとちょっとマジックに対する考え方がね。うん。 80度ぐらいが変わったんじゃないかなって思います。で、これは値段がね、19800円なんだけど昔15000円以下だったような気がするんだけど、まあ値上げしたのかなってちょっとわかんないですけれども、これはね、あの、とにかくね、なんか、俺が知ってたマジックじゃなかった。あ、マジックって、俺が知ってたのって、 マジックじゃなかったのかもしんない。みたいな。そこまで古い DVD じゃないと思うんですよ、これね。で、実用的かどうかって言われると、まあ、人によっては、まあ、使えないネタが多いかもしれないです。レパートリーに入ってるネタは、4巻セットなんだよね。4巻セットだけど、まあ、ちょろっとしかね、入ってなかったりする場合もあるんだけど、とにかくね、こ,これのね、 なんか心理学、まあ、それぞれの巻で1巻はライブ、もうライブ見た瞬間にね、僕知らなかったんですよ、は恥ずかしながらねマジックやってるのに、<laughs> ダニダ・オルチさんのこと見たらね、えやばと思って、でそこで,で解説見たらさらにやばかったんですね。で、3巻目かなんかなんかフォース的なの、まあ、態度だったりとか、まあ、心理学ですよね。あ ここまでマジックって追求してるんだ。ここまで先に行ってんだ、みたいな。あ、これはね、本当にマジックの面白さが、まあなんか、すごく詰まってる。まあ、あの、ダリナ・オルスさんもともといろんなマジックやるんですけれども、まあカードしかや今やらないのかな。カードマジックオンリーなんですけれども、えーって、まあ僕はかなり、うん、そこで、もうそこれを見ると見ないで全然多分今の僕はね、まあ違う。 それくらい、まあ、かなり影響を受けたっていうか、マジックが、今まで好きだったマジックが、120倍さらに楽しいなと思えるようになったものです。まあ、あの、演技かな。演技が面白いと思います。心理学とか好きな人は、うんー、まあ、メンタル、メンタルフォースはわかんないけど、まあ、フォース系だったりとか、あとはなんだろう、あの、セルフワーキングとかかな。まあ、そういうのも、すごくね、 全部がね、いいんですよ。全部が最高。実用的かどうかって言われると、演じにくいマジックも多いですよっていう感じで、まあ、あの、干賞用ぐらいのつもりで、もしかして買った方がいいかもしれないです。勉強のつもりでね。新ネタ欲しいみたいな感じだったら、えー、もしかしたらオンザスポットの方がいいかもしれないんだけど、オンザスポット結構古いから、もしかしたらね、まあ、使い古されちゃってるネタかもしれないけど、うん。まあ、使い古されてはないと思うんだけどね。っていう感じです。で、次がね、どれにしよう練習かな。 あこれね、Unusual、え、Suspects、ー、でございます。これはね、マシューライトさんので、まあ、日本語字幕版があります。字幕版を買いました。で、これが5760円ですね。で、これはね、あの、 もう実践向け。今は紹介してるのは基本実践向けが多いんだけど、まあ生でその現場で見せてる。僕はね、思う、僕が大体思ういい思う EDVD っていうのは、基本的にはですよ。基本的にはその一般のお客さんに見せてる映像、ライブ映像があるっていうのが、まあ僕の中での結構いい d v d の基準、基本的にはですけどね。それがまあやっぱありますね。で、それ、これでね、ちょっとね、いや、それ無理だろうみたいなネタもいくつかあるんだけど、 もう、とにかく稼げるネタを、みたいな感じで、まあ、それを売りにされてて、でね、とにかく実践向けなんですよ。プロ、プロ、プロのマジックみたいな感じです。もう本当に、あ、プロだな、みたいな感じで、あのね、そこでルーティーンとか解説されてるんですけど、まあ僕ね、結構、それベースに、まあ、ちょこっとアレンジするけど、ベースにやってました。だから、僕のルーティーンを、まあ、構成、 してくれた DVD ということで、まあ僕の中でまあ非常に買ってよかったなっていう感じなんですけれども、でね、スリーフライとかだな、コインの。スリーフライが、最後の3枚目の解決が、中に浮くんだよね。最後の3枚目の解決ってまあいろいろ難しいと思うんですけど、この2枚コイン、1枚コインでこれが、ピューンって浮いてちゃってそれもすげえなーって思うけど、もしかしたらそれがやりたいとかってなってくると、まあいろいろ、まあ、 ね、制約があったりしますよって感じで、うん、僕が一番良かったのはルーティーンですね。あの、ルーティーンっていうかな、オープナーかなんかかな。それが一番良くて、まあ、他のマジックもね、全部勉強になったんですけれども、とにかくね、あの、なんか使えないネタっていうのはあんまなくて、まあ、たまにね、いや、それはちょっと準備めんどくさいなってのはあるかもしれないけど、僕の中では、うん、最高に、あの、役に立った、 ま、DVD です。演出も、やっぱトークもね、まあ、面白いし、まあ、日本語字幕あるっていうのはね、やっぱ結構ありがたいですよね。え、っていう感じで、ああいう、アンユージュアルサスペクトだから、サスペクツで、5760円でした。で、次、まあ、あと2つなんですけれども、次がね、うーん、結構生放送とかでもね、これおすすめだって言ってます。こちら パーティーアニマルでございます。の1巻2巻ね。まあ1巻2巻とかまあ両方買った方がいいです。パーティーアニマルで、えー、2つ合わせて9500円。うん。僕これ安いと思うんだよね。うん。でね、これはね、僕の中ではまあ最高の DVD だと思います。テーブルホッパーのための DVD。もうテーブルホッパー用に作られたマジックしかほとんど 解説されてない。そして、まあ、飛び入りでバーに行ってそこに見せるみたいな。うん、ウォッチスチールとかね。まあ、人の心理の誘導だったりとか。あのー、とにかくね、テーブルホッピングって短時間で、まあ、小回りが効いて、あの、パッとインパクトのある現象が早いとか、まあ、そういうのをやっぱ好むんですね。そういうのが比較的にあよく集められてる。やっぱりテーブルホッピング 僕はあの中ではパーティーアニマルの方が、まあ、好きかな。どっちもバイブル的な存在なんだけどね、うん。特になんかね、面白いんですよ。もうマジック一個一個が。な結構デックが消えるとかさ。 ま、デックが、うんー、ポケットに入るとか、まあ、口に映ってるとか、まあ、そういうのって結構コミカルっていうか、ホッピングでは最高なんですよね。ホッピングって言えばミスディレクションを、まあ、かけやすいんであ、ミスディレクション系のこととかも多分学べると思いますし、ウォッチスティールも、ウォッチスティール初めてやったのは、まあ、これの影響があるのかもしれません、僕はね。うん、っていう感じで、 ま、一かも二かもね、いいネタしかね、なかったりとか。あの、アニバーサリーワルツとかあるでしょ。アニバーサリーワルツとか、うーん、好きだったり。まあ、ちょっとね、まあ、ここだけの話、アニバーサリーワルツとか、まあ、好きかなって、ここの解説されたよね。うーん。あとね、 まあ、いろいろあるんだけどね。まあ、口に映ってるやつとかね。なんか、シカゴオープナー、シカゴオープナーとか、まあ、レッドオートママかわからんけど、まあ、の開案とかもね、ええー、面白いな、演出が面白いな、みたいな感じで、これは僕はもうんと買って、まあ、最高に良かった DVD の、まあ、一つです。別に帰っていってるわけじゃないですかね。まあ、別になくても全然問題ないですよ。あの、僕の YouTube 毎日見てればね。毎日見てれば、あの、なんか、心理とか言ってますかね、お客様にこういうのやっちゃダメとか、まあ、そういうのありますから。うん。 えっと、あるとよりいいかもしれないですね。うん、本物の方の、あ、この人こういう感じでやってんのかって。で、最後ね、ね、これはね、持ってない人も多いのかもしれない。えー、っとね、これ最後なんですけど、え、チャーリーフライの、フライさんのエキセントリックでございます。これ3冠セットで、14500円ですね。でね、僕これ見てね、もうマジックやめようかなって思いました。うん。 この方ね、その d v しか出してないのかなあんま有名じゃないのかなわかんないんですけど、ジャグラージャグラーとマジシャンで、大体いいジャグラーの方がね、大道芸でやられてる時って、まあ、インビジブルデック1個ぐらいマジックやったりするんですけど、大体いいどっちかが得意。 マジックが得意でジャグリングちょっとやってますとか、ジャグリング得意で、まあ、合間にマジック入れてます。じゃなくて、もうどっちも最強というか、面白いていうか、こんな面白いマジシャンいるのみたいな。マジシャン、もうエンターテイメントだよね。で、その DVD がなんか一般客にやってるっていうよりは、その、鑑賞用もう見ててずっと面白いの。もう本当に。なんかコメディなんだよね。まあ、全部コメディで、そのコメディがもう、本当に最高。う、まあ、全部喋りいらない。ただね、ただだよ。 一個もできん。一個もできん。三巻あって。んまあ、まあ、頑張りゃ一個ぐらいできるのあるかもしれないけど、もしく悪と一個やってみろって言ったら一個もできん。このマジックもジャグリングも両方コードすぎても、まあ、できないっていうので。うん。でも見ててね、めっちゃ面白い。あ、これでね、なんかこんな面白いジャグラー兼マジシャンいるんだみたいな。うん。 結構多分日本でもね、有名な方いると思いますけれども、まぁ、あ、ちょっと全部見てないんでね、あの、ちょっとわかんないんですけれども、いや、飛び抜けてんじゃないかな、みたいな。コメディーが。コメディーマジシャンとか、エンターテイナーになりたいんだったら、これをね、まぁ、あ、ちょっと高いけど、まぁ、あ、覚えようっていうよりか、まぁ、あ、鑑賞用としてね、うん、なんかまぁ覚え、 解説もあるんだよ。全部解説もあるんだけど、いや、まあそうなってんだ、ええー、って不思議だなって思うんだけど、いやできないよ、みたいな感じだったりね。うん、どうなんだろう。ジャグリングも入れてのなんか色々だから、まあ、制約はあるのかもしれないですけど。 僕はとにかくね、時々見て、いやっぱすげーな、みたいな。普通笑っちゃうんだね。もう言葉一切ない。あの、演技のアクトに。もう表情も最高だしさ、なんかストーリー仕立てになってたとか、いろんな結構たくさん解説されててね、全部面白いんだよね。なかなか全部面白いってさ、しかも全部クソむずいのに全部面白いってさ、もう、あ、もうなんか、もう僕やめた方がいいのかなぐらい、思うぐらい、もう最高です。うん。 全部が最高。うん。ただ、実践向けのマジック欲しいとかっていうのは、これはちょっと違うかなっていう感じです。ちょっと大きめのエンターテインメントの干賞用ぐらいに思っておいた方が、まあいいと思います。高いしね。14,500円以上ね。まあ、何点、5、6点か、ちょ何点か忘れましたけど、でしたけども、他にもね、まあたくさんあります。でね、DVD のこれだけがいいっていうのもね、まあ結構あったりするんだけど、まあ、今回紹介したやつは、 基本全部いいかなうん。全部が素晴らしいものが多いです。まあ、あ結構名作揃いだから、まあ、マジックすごい大好きな人よって思う人は、あ、知ってる人、ね、だよね、だよね、とかね、分かっていただけたと思います。えー、マジック DVD 欲しいけど何買えばいいか分からないって人でね、まあ、参考になったんじゃないかなと思います。さ、これね、これにたどり着くまでね、もう何十万、何百万とかかるんで、まあ、あこういうね、時々こういった、まあ、情報をね、 出せればと思いますのでね、今後とも、えー、私と一緒にね、皆さんでマジックを楽しんでいければと思います。えー、最後までね、長々ご成長いただきありがとうございました。以上、バナナの友達、ポコチンでした。